はい、どうも。もうお昼ぐらいですね。昨日なんか体調悪くしたから、体調悪くしてお酒もちょっとね、友達と電話で喋ってて、お酒もちょっと飲んじゃったから、睡眠時間がどのくらいだろう、12時間ぐらい。まあ、起きたり、寝たり、起きたり、寝たりの繰り返しで、あんまりいい睡眠は取れなかったかなと思います。で、食料品がないんで、今から、ちょっとまずスーパーには行けないんで、なんかやっぱ昨日ね、体調悪くして、不安感が取れないので、やっぱコンビニとか、そういうところにちょっと行ってこようと思います。では、行ってきます。はい、どうも。今夜の8時ちょい前ですね。ちょっとなんか最近ね、歯がね、痛いんで、ちょっと薬局に行って、歯の薬を買ってこようかなと思います。あと、なんだっけ。なんか、必要な、あと歯磨き粉もないんで、歯磨き粉も買ってきます。今日はなんかね、やっぱ調子悪かったね。ちょっと。まあ、とりあえず、行ってきまーす。はい、今買い物から帰ってきました。なんか今日は久しぶりになんかすごい運転したかなと思います。まあ、日中まあすき家まで行って、で夜さっき薬局とスーパーに行けたんで、はい、結構移動したかなと思います。で今これですね、本麒麟いただいております。最近はね、絶対こういう缶のやつは缶で飲まないで、こういう風にグラスに入れて、ちょっとひどゆき意識して飲んでます。はい。で今日一日やっぱり昨日ね、脈拍が136とか8とかいって具合悪くした分、やっぱり今日はなんか体調が悪かったですね。はい。なんかこう、なんて言えばいいんだろう。こう、なんかぼーっとするっていうか、もう目開けてんのがきついみたいな感じでしたね。家にいても。はい。で、まあ明日はね、なんかちょっと頑張りたいなとは思います。外に出たりとかして。多分今日夜薬局行って、なんだろう。ね、買い物とか、スーパー行って買い物できたっていうのは、すごい大きな自信になったのかなと思います。でもやっぱりビビってるから、Apple Watch つけてるけど。ね、ほんと早く良くなんないかなって感じです。で昨日はお風呂に入れなかったんで、今日はお風呂にしっかりと入って疲れを取って、副交感神経を働かせるような感じに
入浴したいと思ってます。はい、うまく切り替わるかわかんないですけど、まあそんな感じで、じゃあとりあえずビールでも飲んで、あとはなんか適当に過ごします。じゃあそんな感じで、バイ。